テアナウコの位置テアナウコは、ニュージーランドの南東の南西宮にある湖である。名称は、マオリ語で、渦巻く、水の洞窟を意味するテアナ英雄に基づいている。この湖には、344平方キロメートルの面積があって、タウポコに次いで、ニュージーランドで2番目に大きな湖であり、南東では最大である。湖の主要部は南北に走り、 6 5トルの長さがある。3つの大きなフィヨルド、ノースフィヨルド、ミドルフィヨルド、サウスフィヨルドが湖の西側に入り江を形作っている。ミドルフィヨルドの入り口にいくつか島があり、長軸に沿って北西及び南西の入り江にとおよそ2つに分けている。この湖は標高2 1 0ルにあり、最大水深が2 7 0ルなので固定は海面下にある。 いくつかの河川がこの湖に注いでいるが、最も重要なのは、エグリントン川であり、ノースフィヨルドの入り口の対岸付近で、東から湖へと流れ込んでいる。流出河川は、ワイアウ川で、マナポーリ湖へ向けて南へと、数キロメートル流れている。テアナウの町は、ワイアウ川の近く、湖の南東隅にある。湖の大部分は、フィヨルドランド国立公園及び、 世界遺産手はヒポーナムの範囲内にある。テアナウの外区を除くと、湖の近くの人間の居住地は、エグリントン川の川口近くのテアナウダウンズの農業村落だけである。これら二つの居住地の間の土地は、起伏の激しい丘陵地帯である。しかし、他の土地は、山ばかりで、特に西岸は、ケプラ山脈やマーチソン山脈が、湖面から1400メートルもそびえ立っている。 グレート・ウォークと呼ばれるニュージーランドを代表するトレッキングコースのうち二つがこの湖を出発点としている。ミルフォードトラックが湖の北端から発し、そしてケプラートラックが湖の南端のワイアン川から発して、ここを終点としている。テアナウコ半付近には数種類の絶滅の危機に瀕した鳥が生息しており、有名なものはタカヘである。 ミドルフィヨルドとサウスフィヨルドの間のマーチソン山脈と呼ばれる地域はこれらの鳥のために置かれた保護区である。西岸は湖の名前の元となったてアナウドオークスでも有名である。ありがとうございます。